あつ森、静江さんに会いに行く。どうも、国です。今日はね、なんか友達がね、静江さんがいるらしいんですよ。静江さんが出てきたっていうんでね、ちょっとね、島に遊びに行きたいと思います。さあ、どうかな。島をね、開けといてくれてるはずなんですよ。あ、手紙が来てる。あ、この聖火さん家に今日行きます。ポケットにしまう。なんかくれたらしいです。なんだろう。これ?開ける。アーケードゲーム?なんだ?お!すげえ!やば!動いてる!うわ、超かっこいい!部屋に飾ろう、部屋に。やば!これはいいぞ。え、こういうのもあるんだ。売ってたのかな?やばやば。10台ぐらい欲しい。うお、なんか白いね、画面が見にくい。あー、でも電気切ってる方がね、見やすいね。うわ、すごい。やば。音楽もちゃんと入ってる。あ、ただゲームはできないです。うわ、ゲームできたらいいのに。さあ、ね、月島っていうのがね、聖火さん家でございます。ちょっと遊びに来ましたよ。静江さんはいるのか?いないのか?さあ、着水です。お、着いた。さあ、なんかピコピコしてる。なんだ?さすらいのトラブラーじゃないですよ。トラベラーですよ。あ、コンプした。あ、いました、ほら、聖火さん。どうもです。なんか今変なのが歩いてった。何?ハコリーナだって。何これ。タコが陸上にいる。動物の森ってタコもいるの?ちょっとここの中も見させてもらおうかな。あまりネタバレになるとあれだからさ。ちょっと簡単にね。じゃ、まずは、ショールーム。どうかな?うるさ。セミがたくさんいる。すごい。うわ、蝶も結構いるね。セミは見たことないな。あ、トンボもいる。あ、このマットよくあるマットだよね。なんかたわしみたいなやつ。おぉ、なにこれ、船虫?船虫飼ってんの?うわ、やば。バッタがいる。すごいなぁ。こんな感じになるんだね。さあ、次はね、どこだ?あ、化石のね、展示場に来てみました。うわ、すごいよね。今回これ、すごくない?うわ、やば。これはいいですよね。おお、ここもすごい。うわ、マンモス。
まだパーツがないのがあるんだね。やべえ、ここでゆっくりこうやって見学してたい。で、あとサメがいるって言ってるんでね。なにこれ、ピラルク？うわ、すご。なんかね、サメはね、いるって言うから見に来てって言ってたんですよ。あ、ほんとだ。すげえ。うおー。やば。あれ食われないのかな？ね。すごかったっす。さあ次はどこ行こっか。とりあえず静江さんに会いたいよね。どこだろう。なんだ。変なのがいる。お前なんだ。ウェイウェイ。イケメン魚コレクターだって。まあちょっとイケメンといえばイケメンかもね。地元の人？私も地元なんですけど。あ、まあここはあれか、人んちの島だからあれか。さあ、しずえさんこの中にいるって言ってたんで、ちょっと見に行ってみます。わ、ほんとだ、いる。しずえさんがいるとね、家引っ越しできるんだって。かわいい。しずえさんじゃん。やば。これはいいね。いつしずえさん出てくんだろう。まだ全然な感じ。これがね、家らしいです。自分家。なんか増築したって言ってたんで。うお、すご。やば。なにこれ。あ、トイレじゃん。すげえ。トイレしていこう。お、ちゃんと流せる。すげえ。トイレ欲しい。あと気になるのがこれ。これがね、見たことないんですよ。なにここ。お？ブティック？ファッションの店だって。真剣になんか作ってる。ダメだ。真剣だね。マイデザインショーケース。へー。本人しか使えないんだね。あ、試着室が使えるって。よーし。あ、すごい。わ、これ欲しい。いろんな服が売ってる。ちょっと待って。このアイテム変えるたんびに、ポーズが変わるのがムカつく。ムカつく。なんかムカつく。なんか腹が立つ。肉まんなんか、ムカつきますよ。肉まん。やば。へぇー。洋服何着か買ってっちゃおう。何がいいかな。さあ、プニさんは何を買ったのでしょうか。ねえ。おぉ、これもいいね。怪盗の服らしいよ。これどう？うん。お、これいいじゃん、赤ほら。いいね。よし、買っちゃいました。さあ、あと、白衣。これも買っちゃいましょう。ねえ、お金作ってきました。よし。あとはこの帽子。この帽子が欲しい。ツイードキャップ。
れで探偵ごっこができるね。よし。あとは、一個買いたいのがあるんですよ。それがね、多分買えるはずなんだ。ほら、パジャマ、どっちがいいかな？どっちにしよう。こっちかな。よし。購入。もう20ベルしかなくなっちゃった。よし。いや、すごかったなぁ。いや、また遊びに来たいわ、ここ。なんかね、日によって服がね、違うらしいんですよ。メンテナンスが始まるだって。俺にね、ここにリンゴを置いていきましょう。やばい。見られてる。見られてる。ダメよ。見ないで。今俺置いてってるからね。よし。たくさんね、一個ずつ分けないと、一気に出ちゃうからさ。よし。オッケーオッケー。よし。笑われた。よし、これを俺に置いていこう。さあ、というわけで、すごくないっすか？静江さんがいるっていうのはね、わかりましたね。静江さんいつ出てくるんだというね、そういう声もありましたからね。いや、いいですね。あとゲーム機いただきましてありがとうございます。あれは嬉しい。ね。ちゃんと動くしさ、あれいろんなものがありそうじゃない？シューティングとかさ。うん。わ、楽しみだなぁ。そう考えると私の家なんてまだ全然ですよ。というわけでね、今日は人の、島にね、遊びに行ってみたという動画でございました。しずえさんがいたしね、ゲーム機もゲットしたんでね。いや、あのゲーム機10台ぐらい欲しいな。ゲーセン作りたい。というわけでまた頑張っていきます。それではバイバイ。